長白3号長白3号は中華人民、共和国鉄道部で使用されていた交流型電車方式の高速鉄道車両。長白3号は中国が自力で開発した高速鉄道車両とされる。外観はドイツ鉄道のアイス3に告示している。車両名である長白3は長白山に由来したもので、中国鉄道部部長粒子群が付けたものとされている。 動力分散方式が採用され、超春機動客車古墳有限講師で研究開発が行われた。車両の製造費は1億人民元で設計上の最高速度は時速 210km となっている。定員は650人。2005年5月に初の試作車両が完成し、試験走行では時速 250km 超を記録した。量産体制にはなっておらず。 現在に編成のみである。2006年に信用鉄路局に配備され、2007年2月10日より新大線に投入された。最高速度は時速1 6 0トルであったがその後の第6次鉄道高速化以降時速1 8 0トルとなった。2008年9月12日に第2編成が故障を起こし、一旦営業運転を退いた後は、 定期列車の任務にはほとんどついていないと言われる。ABC 高二衆、うかん白三号、5一、高二衆、うかん白三号、5一、ありがとうございます。